ついでに何か。また買いに。お魚は薬を買い。外国から届い。また。薬を買い。今日。そんなんならすぐ釣れるだろう。ここじゃ釣れないんだよ。竿をやるから自分で釣ってこい。薬魚は西の入り江で釣れるぞ。釣り方？そんなことも知らないのか。魚の動きとは逆方向に体を動かすだけだ。ほら、ルアーもやろう。釣りは魚との体力勝負だからな。頑張れよ。まずは入り江に行ってみよう。よし、これをヨナに持って帰ろう。どうにも疲れるね。ちょっと。こんな老婆が大変そうにしているのに見て見ぬふり返る。まったく最近の若い子の人血も涙もありゃしない。え、僕のこと？よせ、足を止めるな。こういう手合いは虫が得策であるぞ。おばあちゃん、どうしたの？喋る本なんて奇怪なものを見たせいか一秒が悪化して。我が奇怪だと？失敬であるぞ。何が失敬なものか。君が悪いから奇怪って言ったまでだよ。この言わせておけば貴様。ちょっとシロ、ちょっとお待ちよ。かわいそうな老婆を放っておく気かい。かわいそうなものか。どうしたのおばあちゃん。もうちょっと早く助けてくれてもいいんじゃないのかね。ごめんなさい。
それだけ口が回れば大抵の用事はこなせそうだが、郵便局まで行って私宛ての手紙をさっさと届けるように言ってくれないかね。そのくらい自分で。あいたた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 。わかった、行く行く行きます。いらっしゃい。入り江で会ったおばあちゃんが自分宛ての手紙が来ているはずだって。ああ、東大のばあさんか。いかにも、あのうるさい老婆にさっさと手紙を届けよ。届けたいのは山々なんだけど、ちょっと足を怪我してしまって。そうか、それは大変ですね。やめろ、口に出すな。いいことなわけがない。絶対違う。僕が配達員さんの代わりに届けます。すまないね。気をつけるんだよ、あのばあさん。一つ知っておる。あ、今度は何だ。君たちはポポルさんの村からやってきたのかい。そうだよ、どうしてわかったの。服がちょっと違うし、ここらの人とは雰囲気が違うからさ。もしよかったら村に戻った時にこの手紙をポポルさんに渡してくれないか。もちろん。まったく、この調子なら郵便配達員に転職した方が良いな。外国製のや、またかい。いないようだな、あの老婆。確か東大のばあさんって言ってたから、東大に行ってみよう。
なんだ、あんたかい。何しに来た。望み通り手紙を届けに来たのだ。配達員さん、怪我しちゃったらしくて。怪我？はっ、全く使えない配達員だよ。どう？手紙をくれる相手がおったとはな。大事な人だよ。あたしの大事な人さ。ま、届けてくれたお礼だけはやろうかね。手紙。大事な人。ヨナに早く。外国。またか。
そこのあんた、うち…ジョン、この村にジョンなんて人いたかな。ジョンはうちの犬だよ。ああ、そういうことか。心当たりはないの？いつも北平原に遊びに出ているようだったが、戻ってこないんだよ。わかった。見つけたら連れて帰ってくるよ。よろしく頼む。おじいさん、どうしたの？なに、ちょっとばかり心配で息が詰まっただけだ。そう、ならいいんだけど。の球根買ってきたよ。ありがとう。これは球根の代金とお礼ね。ああ、また買いが。ああ、大事なことを忘れ。また海岸の町に行ったとき。わかった。海岸の町に荷物を届けてほしいんだ。うん、任せて。海岸の町の酒場に持って行ってくれ。壊れやすいもの。羊狩り、お願い。狩りへ出る前、また仕事か。大丈夫だよ、そーっと運べば。そのそーっとというのが苦手なのだ。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。外国せ。またか。この辺じゃ。またか。この辺。またか。いらっしゃい。
また外国か。また。どうやら、あ、どうしてもというのなら魚釣りのコツを教えてやらんでもないな。覚えておいて損はないよね。おじいさん、お願いします。じゃあ、まずはサーディンを10匹釣ってくるんだ。さあ、さ。こんにちは。荷物を届けるよう頼まれてきました。これを待ってたんだ。海の男は大食いが多くてね。荷物は無事届けられたし、報告に戻ろう。こんにちは。おすすめの料理ですか。一番の人気メニューがあるんですけど、最近材料不足ですぐなくなっちゃうんですよ。おかげで売り上げも落ちて踏んだり蹴ったりです。それは大変だね。僕が材料を集めてこようか。本当ですか？すごい助かりますよ。材料は薬草を10個、小麦を10個、サーディンを。外国籍。また買いに来た。この辺じゃか。またか。ワニ男。外国。また。まだ釣れぬのか。魚が逃げちゃうよ。すまぬ。
小さい子がね。いらっしゃ。また。頼まれてた肥料だよ。ごめんなさいね、二度手間かけさせちゃって。これはあと球根と肥料を一個ずつあげるわ。機会があったらあなたも育ててみてね。荷物届けてきたよ。面倒な仕事すまんね。これはお礼だよ。また何かあったら頼みますよ。Thank you.
お金が必要な時は酒場に行ってみるといいわ。村の人からの依頼なんかが集まってるから。わかりました、ありがとう。お金、村の人、わかり。邪魔をするな。僕はヨナを助けなきゃいけないんだ。力を抜け、さもなくばお前がやられるぞ。Yeah.
さあ、デボルさんとポポルさんの歌聞いたことあるか？デボルさんはいつもここで歌ってるじゃないか。デボルさんはな、二人で歌ってるところを見たことがあるかって聞いてるのさ。え、そんなの見たことないな。昔は結構この酒場に来て歌ってくれてたんだよな。ああ、そうだね。僕もポポルさんが歌ってるところを見てみたいし。言われたもの全部取ってきたよ。これよこれ、早速薬にするわね。ついでで悪いんだけど、この薬を噴水にいるばあさんに届けてもらえるかしら？おばあちゃんにだね。すぐ届けるよ。デボルさん、お願いがあるんですけど。珍しいな。どんな頼みだ？以前ポポルさんと二人で酒場で歌ってたんでしょ？ちょっと二人の歌声を聞いてみたくって。ああ、なるほどね。確かに最近のポポルは忙しくて酒場には来ていないな。いいよ、ポポルが来れるなら私はいつでも。どの仕事を紹介しようか。本を整理している人からの依頼だ。ポポルも手が回らない。依頼人の場所は地図に書き込んでおいたから、詳しくは本人に聞いてくれ。地狩り、お願いね。一部の門番の人どうせ仕事。おばあちゃん、届け物だよ。ありがとうございます。これがないと歩くのも辛くてね。あまり無理はしちゃダメだよ。ええ、気をつけますよ。あと、これは届けてくれたお礼ね。